矛盾都市東京は、川上みのるの代表作、都市シリーズの作品、川上みのるとさとやすの境調である。異世界の東京を舞台にした小説で、主人公の回想という形で、1ページごとに短編をつなげていく形式をとっている。電撃 HP ボリューム10から連載がスタートし、そうみやびと SF と交互に掲載された。 主人公は信頼できない語り手であり、作中で書かれていることが全て真実とは限らないことが連載時のおまけコーナーで示唆されている。著者の手掛けたゲーム版、総額都市大阪とほぼ同時期であり、また小説版総額都市大阪の主要登場人物が一部登場している。通販限定の完全本には書き下ろしのストーリーが大幅に追加されている。 何もかもが完全にして不完全である。それゆえに矛盾都市と呼ばれる町、東京。その総長連合で副総長を務める。僕は、ある事件を封印するために、自身の記憶を封印することにした。しかし記憶を忘れるために、一つ一つの記憶を断片的に思い出していくこととなる。それは百九十七年から百九十九までの二年間の記憶。僕が、 君や仲間たちと一緒にいた日々の記憶。楽しいことも大切なことも全て思い出し、しかし僕は全て忘れてゆく。矛盾都市東京は記憶の断片の集合により成り立っている都市である。すべての存在は誰かが覚えていることにより立証される。この都市においては絶対にありえないということが存在しない。東京は1999年8月に 大きな危機を迎えた。日本政府と惑星たちが協力して世紀末破滅を回避するため、破滅の原因となる不幸を東京に押し込めた上で、東京の時間を停止させる計画を実行しようとしたのである。これを阻止したのが彼らを裏切ったお月様によりこの事態を知った一人の少年である。その少年の手により、東京は時が三日分だけ殴り飛ばされ、 東京は1999年8月7日から10日の4日間が繰り返される閉鎖状態になる。これによりその後の東京は外部からはごく一部の人しか入れなくなってしまっている。この出来事の調査の一環として、この少年がこの事件以前に何をしていたのかの調査を目的に、この少年が封印していた1997年度から1999年度までの2年間の 記憶を解析するることとなるその少年こそ本作品の主人公である、僕であり、本作品はその主人公の記憶を記したものである。そのため、本作品で書かれていることの中には、虚偽の記憶が存在している。なお、これらの事情は、本作品内や完全版では書かれておらず、電撃 HP で連載時のおまけコーナーで解説されている。この年では設定上、 本名を知ることに意味があり、そのため全ての登場人物について本名が明かされていない。ありがとうございます。